こんにちは、漫画家の安彦義和です。今日はちょっとはにかんでいる顔を描きます。僕は柔らかいものでしか描けないので筆を使います。眉に表情がよく出ます。ちょっと困った感じを意識して口元は少し緩ませます。汚さないように手の下に紙を置いてます。これではにかんでいる顔の完成です。これが私の描き方です。皆さんも自分の描き方を見つけてください。